professional maturity. Who knows that official of a shark? That's not enough to let you know about us. Codes got to follow us and see what happens. Gotta be ready to catch big baby, to take your world and the breathing in your face. Fishing gang, a fishing gang, a fishing gang, a tsuza. フィッシングギャングのあずさです。今日はですね、鬼平ハントシリーズ第2回ということで、またまた僕のホームグラウンドであるマリンタウンに来ました。で、ここでですね、今回はスペシャルゲストがいます。どうぞ。まだこんばんはですね。こんばんは。ということで、まあ前回ですね、 GT の時にご一緒したこちらゆうい君ですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあちょっとおなじみの、おなじみですね。もう何年もそうですね、毎年一緒にも寝不足の日々を送ってる。まあ今日もですね、昨日もなんですけど、もう2日間この前の日からもうポイントに入ってくれててですね、一番いい場所をもう確保してくれてる友達ですね、はい。ちなみにゆいはもう今年2本つってますね。あ、そうなんですか。はい、あ、もう2本すでに上げられて。はい、どういったサイズ感の。66センチと2本目が60あるかないかくらいのサイズですね。あ、まあまあまあ、でもいいサイズですね。はい、はい、もう戦うには十分楽しいと。そうですね。今日はですね、はい、鬼平相手に、リールのパワーをですね見せきれたらと思います。前回僕もプライベートで行った時に60アップの球釣ったんですけど、その時もドラグあんまり出さずにグイグイ寄せてこれたんで、おそらくまあ今日の鬼平もほぼドラグ出さずにですね上げることができると思います。これ視聴者の方伝わりますかね、それがいかにすごいか。そうですね、見て分かってもらえるようにちょっと頑張ってみます ね今日は。で、まあ今回僕はですね2つのタックルを持ってきました。はい、前回ですね10本取った時とまあ同じリール、うん、同じラインシステムなんですけど、はい、ロットがですねこちら沖縄のエキスパートアングラー義母さんという方が、まあ、手掛けたロットですね。なるほど。はい、ライトゲーム全般に使えるロットです。これを、まあ、ベースとしてやって、でもし釣れたらこちらの、まあ、強いタックルですね。なるほど。ロニアジとかを上げたりタマンとか上げてるタックルなんですけど、こちらで、まあ、鬼平相手にどれぐらいリールのパワーがあるのかっていうのを今回は見せていきたいと思います。はい、僕の用意したタックルなんですが、こちら1本目、2本目、3本目とありまして、ちょっと待ってください、3本あるんですか。はい、3本とも、こちらも義母さんが手掛けたロットとなっております。はい、イノシリーズですね。はい、こちらの77というモデルが、この3本の中では今一番強いモデルとなっておりますね。去年、メインで使用してたタックルです。なるほど。はい、去年も僕お会いしてますけど、はい、こんなギラついたやつついてませんでしたけど。あ、ギラついたやつ、双子のようなギラついたやつ、なんすかこれ。これは、うん、結構かっこいい、捨ててこってやつなんですよ。一気にダサくなるな。これが捨ててこか。はい、18捨ててこですね。関西人突っ込まないですか。いや、突っ込まないですよ。そこはスルースルー。そこはもう乗ってくる。でもこれ、高い捨ててこっすね、マジで。うん、でこの中で一番ライトなものがこちらの、はい、イノの68という、68S というモデルになりますね。これはライン、どれぐらいのライン？これ今ラインが、0.65 のリーダーが12ポンドとなっております。でこちらのタックルはライトゲームモデルとなっておるのですが、これで、全然鬼平アジという大きめの魚、はい、取れたらなというふうに思っております。なかなかやっぱりもうプロのハンターですね。いやいや、なかなかこのシステムで戦うというのはなかなかのあれですね。今回のちょっと攻め方なんですけど、はい、今日はチームプレーでいきます。毎日ベイトのパターンが変わってですね、こういったピンテール、このストレートタイプのピンテールがいい日もあれば、はい、こういうシャッドテールですね。ははは、シャッドテール、これ去年よく使ったやつですかね。そうですね、はい、はい、がいい日もあるし、なおかつもっと波動が強いこちらのカーリーテールと呼ばれるタイプですね。こういうカーリーテールがいいとき、ピンテールがいいとき、シャットテールがいいときと、まあ、日によって違うんですよね。はい、でこのゆいくんが、一昨日釣ったときはこのピンテールが反応良かったと、はい、で昨日僕も一緒に釣りしたんですけど、はい、昨日はピンテール反応悪くてですね、そこでまあこのカーリーテール、波動がよく出るカーリーテールに、まあ、一発目食ってきて、その後シャットテールでも釣れたという感じでですね、まあ、もちろんカラーもグローがいい日、クリアがいい日ってあるんですけど、その他この一発目の反応を
どう出るのかっていうのをやっぱり早い段階で知ることによって数も伸ばすことできるの でそのパターンを共有することもできるので、こういってやっぱり一人であのパターンを見つけるには時間がかかってしまうことも、一緒に釣りする仲間がいればこう二人で分け合ってパターンを見つけたらお互いで教え合って効率よく釣果を伸ばすこともできます。ちょっとあれですね、鬼平半島はやっぱり他の魚と違ってなお一層気合が入ってますね。そうですね、やっぱりこれは好きな釣りだから、はい、そうですね、もうとにかく釣るといった形ですね、はい、さあガーラハンターの皆さんがそれぞれセット始まりましたね。いよいよ勝負が近づいてきました ね待ちに待った、おっと5時間待ちですからね今日は。まともなあれじゃないっすね、30分のボイルのために5時間待ってますから噛み締めて1投1投投げたいと思います。じゃあ早速1投目やっていきたいと思います。結構表に出てなくてもこの水面でベイトがピチャピチャってやってったらこう下で追っかけ回してることありますね。あ、来ました、来ました、来ましたね、あ、今見えた見えた、来た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 来ました来ました、ベイトが多すぎるね、これこの中から1個のルアーを食わせて詰めてくれる。うわ、出す、見つけられない数だ、マジか、入れる、いいなこれ、なあこれ難しいな、この数はやばいな、働けるんですね、おー、タチオ、やばいね、ちょっと A サイズのタチオ、おー、おー、やばっぺーな、これ引いてくるだけで、ベイトが引っかかってくるぐらいのレベル、すごいですね、マッチザベイトですね、はい、これはあれですね、ベイトの数が多すぎてかなり難しい、そうです、ほどほどが一番理想なんですけどね、おお、いたね、ゆっくりしてたな、ブラックバス見て、おお、いるな、おお、いてるね、おお、ドフドフやってんね、恐ろしいベイトの数だね、おお、オニラだ、オニラだ、おお、やってるやつ、めっちゃ来た、ほらほらほら、いや、このベイトの量はちょっとベイトの量が多すぎる、多すぎる、これはありえない、ありえないね、これルアーがマジで目立たない、これ餌付けしてる水族館の鬼平やん、見てすごいよ、すごいな、これうわ、すごい、これこれ
よっしゃ、よしゃ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 、勝負あり、勝負あり、おお、今から走る。よし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 よやりましたね、オニヒラージ。オニヒラージやりました。オッケーっす。じゃあちょっとあの言われる前にリリースしたいと思います。はい。これで65センチぐらいですね。そうですね。はい。63センチぐらいかな。重さ 何キロぐらいですか。重さがですね、5.5 ポンドですね。なのでまあ 2.5 キロないぐらいですね。ですね。はい。じゃあ、ナイスです。あ、ごめんごめん。ごめんごめん。はい、出てきなさいよ。バイバイ。やりましたね。やりました。やっと鬼平ハントシリーズで見せることができましたね。ですね。はい。やりました。まあこのシーズンが来たなという感じで、まあ、引き続きですね、あのサイズアップ目指して頑張りたいと思います。今の決めるは何ですか。今の決めるはグラスミノーですね。グラスミノーで、はい。今日はグラスミノーのパターンですかね。まだ分かりませんけど。はい、あの去年あのヒットパターン見つけたあの交通事故パターンですね。あ、なるほどなるほど。交通事故を予想。事故演出したんですね。演出してきました。OK です。はい。じゃ引き続きお願いします。ですね。頑張ります。フィッシングゲーム、熱さ。